カラスハチウスカラスハチウスは、主に室町時代末から江戸時代中期の墓頭の上部に刻まれるカラス、ハチ、ウスの三文字を組み合わせた合字。相当宗や浄土宗の墓地に見られる場合が多い。また、高進塔などの石仏や供養塔に刻まれることもある。その意味については、諸説あるが、滅在上物の孤独。 吉祥成就の意を表すという説が有力とされている。カラスハチウスが刻まれた最古の塔は、岡山県小田郡小田村、現、矢影町にある神戸山城城主、小田正明の母塔である。角柱の上に乗る、宝鏡院塔に、カラスハチウスが刻まれており、角柱には、天正九年の記念名がある。ただし、角柱は文政四年に移設した際に新しく、造留されたものである。 かつては、宮城県栗原市の古慶寺にある名簿2年名の母頭が初期のものとして知られていたが、後に女王2年の誤りであるとされた。静岡県富士市の西安寺には、慶長5年名と、尾納州関ヶ原選手と刻む母頭がある。しかし、同じ塔に、慶長9年と、慶長10年の名もあり、慶長10年の作り塔と考えられている。東京都では、 文京区の大円寺にある慶長15年名の小田、秀夫の供養塔が最も古く、多摩地方では町田市民和町の地蔵堂にある源名5年名が最も古い。東京都にある記念の判明している281期の集計では、江戸時代前期の慶安元年から宝永8年までの約63年間に全体の72%が増留されている。また、 静岡県富士市周辺の記念の判明している269機の中では原禄が最も多く漢文がついでいる。江戸時代後期の随筆家、山崎美生は回録の中でカラスウスについて近頃建てる石塔にはまたこれらの文字あるものなしと記している。カラスウスが刻まれた新しい石塔としては埼玉県河野寿市の安流寺に 明治14年名の墓頭があり、東京都府中市の高安寺にも明治時代のものがある。さらに、山形県上の山市勝部の共同墓地には昭和51年名の墓碑がある。カラス、蜂、薄の3文字の組み合わせ方によっての3つに対別することができる。横型ではカラスが変になる場合と作りになる場合があり、縦型ではなどのパターンが見られる。また、 カラスが鳥になるもの、ウスが球になるものもある。クボツゲハルは、詳細な形式分類を行い、以下の7形式について、出現実期に基づく系譜を示した。カラスハチウスの意味については、江戸時代から、様々な解釈と議論が行われている。国学者の天野定サは、追出、塩尻で、その意味は、凡事の勘であるとしている。山崎美生は、回録の中で、 仏教学者、小木バイウの説を紹介している。梅雨によれば、カラス・ハチウスは大随ぐだらに京のまじないにある地主単の単の字を訳した、を誤ったものであり、宝物集と斜積集にある、風に吹かれてきた随ぐだらにの一字によって地獄から逃れたという説話を演技としている。また、世辞百段では、いつのほどよりか、カラス・ハチウスと葉山立体験と発生の古さを、 示している。大正時代には、考古学雑誌市場で議論が行われた。そのきっかけとなった論文、カラスハチウスにつき手の中で、清水東ず郎は以下の十説を挙げている。母頭に刻まれた、ためためという字カラスハチウスの下に縫合と、母体なりと刻まれる例から、ためを意味する文字とする。という字は、ーズ劇種の、劇であり。 劇種は選手につける鳥の飾りであることから、死での旅を船出になぞらえて、の字を用いた。実月のゴージカラスは太陽を、ハチウスは、ウサギの餅つきで月を表す。釈迦、御田、観音のゴージ釈迦、文樹、普遍のゴージ一円章を表す伐則、奪いのこと盆地のゴージの崩れた物運の皇子代、歌唱が、上物特動の印として弟子に授けた字型これに、対して、 森尾外は、第二節に関して、カラスは、猛蝶の性質を持つことから、蜘蛛に近づく鳥を追い払うために用いたのではないかと、指摘し、聖徳大使伝撃に、唯一鳥、形除火捧ぎ、その色白、常獣母上、カラス飛び、至る即追差、自人名ため守る母上と記されている、守る母上のことであるとしている。山中京子は、山崎美生の、 解録に記された説について、秘密辞林の著者、富田淳に問い合わせた結果として、随具だらにの主事にも神言にもないとの回答を、記している。また、カラス八薄の木は木、木と八と二滴八これに、薄のウを加えると気球すなわち、気空になるとの高野藩三説を紹介しているが、落語のうちに、アヒシごとき心地であるとしている。 さらに、総当州の僧侶に対する聞き取りを行った、結果として、切り紙を伝授された僧侶であれば知っているだろうと、結んでいる。三村武清は、干末に明治四十年の奥書きがある、総当州明峰派の切り紙、法尊祖先像に記された、墓焼き火事を鎮めるために、当場に書く文字、について、必ずカラス八薄の五字なるべしとした上で、どうかに捨て割れる富士の類であり、 漢字点などにて説くべきものにはあらざるべしとしている。港熊楠は、相当秘書について検討し、カラスハチウスの文字は、変化不詳容器を精進す史上光王如来の詳細の徳を表したものであり、墓焼きを沈めるための刀場は地中に逆さに打ち込むので、書かれた文字は、森尾外の考えたように鳥に対するものではなく、地下のカバネ定に示して、 光明返上荘園の表示とするものと考えた。昭和に入って、カラスハチウスの墓頭や総当集の切り紙に関する新しい資料が提示されると、次第に意味の解釈が進んだ。久保ツ春はカラスハチウスの文字の形態変化も含めて考察した結果、随イだらに小間じないの、スケラヤダシツ、ヌノラマリアサガノがカラスハチウスに変化したとしている。 吉祥成就を意味する出端は、凡字では一文字であり、漢訳によって、質の二文字になったのだが、経典では一文字で、滅在成物の苦毒があるとされていることにより、の一文字のみが用いられるようになった。金子博士は、熊野の神父を引き合いに出し、カラスの霊力を呪いの記号化したものと考えた。俗石物化粧時点では、福島県相馬郡小高町の同慶寺住職の、 話として、カラスは、地獄、ハチは、門を表し、ウスを、地獄の門にぶつけて叩き壊すことを表しており、クヨのクドによって、地獄の門を破り、極楽に行く、ハジを意味するという説を紹介している。以上の他にも、万事の意、隠れキリシタンクヨの意などの小説があるが、が変化したものであり、滅在常物のクド吉祥常樹の意を表すというクボツネハルの説が、 有力と考えられている。1987年に日本石仏協会の日本の石仏市場でカラスハチウスの所在調査が金子博士によって呼びかけられ、こうして日本各地におけるカラスハチウスの所在が報告された。その結果、1996年の分布表では以下の都県での所在が記されている。それ以外にも以下の県での所在が報告されている。 ABC 更新婚和会、編、日本石仏辞典、第二版新総版小山各出版、1995年、371ページ。ISBN4 から639001940。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 関口渡る、カラスハチウスを訪ねて東京を中心にして、 日本の石仏第115号、日本石仏協会、2005年、33から45ページ。AB 中山絵章、全国石物石紙大辞典リッチマインド、1990年、84から85ページ。ABC 金子博氏右八九四百五十九期富士市周辺の現況、日本の石仏第53号、日本石仏協会、 1990年、50から54ページ。AB 山崎美生、海六国書館公開。1915年、186から187ページ。山上しげ山上しげ大ききがきノート第6話カラス8臼。玉の歩み第7号。玉中央信用金庫。1977年、76ページ。加藤和則。 山形県のカラスハチウス母費予想、日本の石仏第173号、日本石仏協会、2021年、37ページ。AB 久保常春、いわゆるカラスハチウスの処形体について、立正史学第42号、立正大学史学会、1978年、25から36ページ。天野さだげ、塩尻帝国書院、1907年。 75ページ。山崎美生、世事百段。A.B. 清水東志郎、カラス八臼につきて、考古学雑誌大発刊第8号、日本考古学会、1918年、486から489ページ。森林太郎、カラス八臼の解釈、考古学雑誌大発刊第10号、日本考古学会、1918年、615ページ。 森林太郎、カラスハチウスのこと、考古学雑誌第9巻第1号、日本考古学会、1918年、59ページ。山中恵美、カラスハチウスの小説を聞きて、考古学雑誌第8巻第11号、日本考古学会、1918年、687から688ページ。三村聖三郎、カラスハチウス追加。 考古学雑誌第9巻第6号、日本考古学会、1919年、363ページ。港熊楠、某日の上部に、カラスハチウスと得ること、周古水の問い第4号、周古会、1923年、1から5ページ。久保純春、カラスハチウスの研究、仏教考古学研究属、ニューサイエンス社、1977年。 304から323ページ。金子博士、右白球を考える、日本の石仏第41号、日本石仏協会、1987年、93から100ページ。加藤正久、編、俗跡物化粧事典国書観光会、1993年、20から22ページ。ISBN4 から33603393五。金子博士、 右発球の所在、日本の石仏第43号、日本石仏協会、1987年、99ページ。金子博ヒ右発球の所在、日本の石仏第45号、日本石仏協会、1988年、102ページ。金子博ヒカラスハチウスリポート、日本の石仏第49号、日本石仏協会、 1989年、106ページ。金子博士、右八九族法と、日はマイナス、日本の石仏第80号、日本石仏協会、1996年、50から55ページ。加藤和則、山形県にもあった、カラス八臼、ソ志西シ伊イ等、日本の石仏第130号、日本石仏協会、2009年、50ページ。 岡村正造、右八級、祖師西来伊藤、日本の石仏第111号、日本石仏協会、2004年、74から75ページ。たたぐまとよわき、九州の石頭福岡県の部福岡県、教育委員会、1974年、117ページ。ABCD ・マカタヨシホ、調査の男と花窓口について。 南九州の石灯第7号、南九州古石灯研究会、1986年、33から38ページ。小形俊介。カラス八臼へのロマン。高千穂町コミュニティセンター、歴史民俗資料館。2019年10月2日閲覧。磯貝長吉、母標文字、カラス八臼に移れて、京都横浜第56号、横浜図書館。 1970年16ページ。グリフウィキユニフォルティシモ0ユニフォルティシモ1ユ516ビットユー 81FCU70CF ウィキメディア。コモンズにはカラスハチウスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。